スティーブン・バクスターは、イギリスの小説家、SF 作家。最も奇想天外なスペースオペラすらしのぐ、旧壮大なスケールのアイデアを用いた、ハード SF を得意とする。超原理論や、超対称性粒子など、最先端の物理学理論を、メインの大ネタとして用いる傾向が強い。代表作は、バリオン物質世界に君臨する超種族、G リーとそれに越していこうとする。 人類文明の運命を描いた GED シリーズ。リバプール生まれ。ケンブリッジ大学で数学の学位を、サウサンプトン大学で工学の博士号を取得。現在はイギリス南部バッキンガムシャー在住。情報科学関係の仕事をしながら SF の執筆を続けている。バクスターは H.G. ウェルズに強い影響を受けており、2006年から国際、 H.G. ウェルズ協会の副会長を務めている。代表作とされる G.D. シリーズ以外にも、バックスターには様々な作風の作品がある。マンボス三部作は表面的には子供向けだが大人にも人気がある。一方、タイムマシンの公式な続編であるタイムシップは代表作の一つでもあり、ジョン・ W. キャンベル記念賞、フィリップ・ K. ディック賞、 英国 SF 協会賞を受賞し、9号賞長編小説部門にもノミネートされた。サイドワイズ賞初回受賞者でもあり、同賞の審査員も務めている。バックスターは、ノンフィクションのエッセイやコラムもよく書いている。アーサー・シー・クラークと協調、ありがとうございます。